はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ヤスでございます。白血病、糖尿病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病や癌になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。皆さん、体重計を測ったことありますよね。僕は病院の先生に日々体重計を測ってチェックするようにしろと言われております。なぜなら体重が増えすぎてしまったからです。そして痩せたいからです。痩せたい人はね、たくさんいてると思います。でそんな痩せたい人がやるべき5つのことと写真っていうのを今日はお話ししていきます。まず1つ目、呼吸を止めない。はって思ったかもしれないでしょうけども、まあ、これはなるべくこう深く呼吸をしましょうっていうことです。2番、早食いをやめましょう。まあそれはそうですよね。あの早食いって良くないですからね。これはあのね、咀嚼を増やしましょうっていうことですね。まあ、よく噛んで食べなさいということです。あの人によってはですね、この噛まずに、よくね、噛まずにあのごっくんして胃の中に入るとですね、なんか下っ腹が出る人がね、ちょっと多いらしいです。気をつけましょう。で3番目、姿勢を良くしましょう。姿勢、これも理解できますよね。こうね、姿勢を良くしているとピシッとね、こう姿勢をね良くしているとですね、普段からその筋肉をちゃんと使えるようになるというので、今聞いたことがあるのでね、姿勢を良くすると筋肉をちゃんと使えることによっていい姿勢が保てて痩せやすい体型になるよっていう風に聞いたことがあります。これも大事ですね。あと4つ目、お水を飲む。水分をしっかりとりましょう。お茶でもいいですよ。で5つ目、濃い味付けを避ける。まあ、避けるというよりもたまにはね、濃い味も欲しくなると思うんで、たまにはいいと思うんですけども、まあ、ほどほどにしていきましょう。であと最後に言った写真か、写真ですね。その写真なんですけども、体型を写真で撮るんですよ。わざわざ。今ね、自撮りできるし、スマホを使ってる人が、まあ、ほとんどやと思いますんでね。この写真をわざわざ撮って、スマホのフォルダにね、残しとくんですよ。で、まあ、なんかのタイミングで、ね、飲み会とか、まあ、お花見のシーズンやったらお花見行った時もお花見は過ぎましたけど、これが夏ですよね。行楽のシーズンでどっか行くと思います。でその写真を撮った時に、その写真をまた見返すわけじゃないですか。で、まあ、その桜のシーズンも見返すわけじゃないですか。スマホでペペペペペペってね。その時に、なんかイレギュラーに自分の体型の写真があったら、え？って目に留まると思うんですよね。それでね、意識がつくんですよね。あ、そうや、私ダイエットしてたんやったわ。俺、体鍛えるんやったわ。みたいな感じで、その一瞬の意識が、この何回も積み重なることによって大きい意識に変わると思うんですよ、僕はね。そのために写真は大事よっていう風に書いてあったと思うんですけども、まあその面倒くさいわざわざ感がありますけどもね、意識が続けばいいと思います。まあそんな感じでした。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。